腸内細菌化とは、新生細菌の分類上の一グループ。グラム陰性の肝菌であり、通生研究性で、ブドウ糖を発酵して、酸とガスを酸性する。しばしば腸内細菌と混同されるが両者は別物である。腸内細菌化に属する細菌には、大腸菌や赤力菌、サルモネラなど、人や動物の腸内に生息したり、 腸管感染症の原因になるものが多いが、ペスト菌のように消化管ではなく、リンパ節や肺に感染するものも含まれている。人の腸内細菌のうち腸内細菌化は1%未満である。腸内細菌化は、プロテオバクテリアモン、ガンマプロテオバクテリアズナ、エンテロバクターモクの階に属する分類群である。腸内細菌化に属する細菌は、以下のような形態的、生、 科学的な特徴を有する。腸内細菌化において、以下の属が存在する。菌種については特に代表的なものだけを記載した。模式属は、大腸菌属であり、エンテロバクター属ではない。本来であれば腸内細菌化の革命は、エスカリーキラチとなるはずだが、国際細菌命名規約の例外規定として、エンテロバクター化が定められている。 腸内細菌化に属する多くの菌種は、その生育環境や病原性の点で、人や動物の腸管と深い関わりを持つ。多くの菌種は、動物の腸管内に生息する腸内細菌として宿主に寄生する。ただし、人や動物の腸内細菌の大部分は、腸内細菌化以外の変性菌寄生細菌によって構成されており、 腸内細菌化に属する菌数が占める割合は1%にも満たない。人の糞便には 1g あたり1010 10から1011個の細菌が存在するが、このうち106から108が腸内細菌化の細菌である。これ以外のほとんどは、バクテロイデス・バクターイデス属やユーバクテリウム、ユーバクテリアム属などの変性研究性菌で占められている。それにもかかわらず、 腸内細菌化と名付けられた理由は、かつての培養技術では、酸素が存在すると死んでしまう変性菌寄生菌が培養不能であったため、これらの存在が知られておらず、旧来の培養条件でも容易に生育する腸内細菌化の細菌だけが発育したことから、腸内細菌の代表的菌種であると思われていたことに由来する。なお、生後すぐの乳幼児の腸内は、例外的に、 腸内細菌化が優勢である。大腸菌などが出生直後に腸内に進出し、最初の腸内細菌像で最優位に立つ。数日経つと、嫌気性菌が優勢になり、腸内細菌化は徐々に減衰する。腸内細菌化の細菌の大部分のものは、非病原性であるが、一部のものは、病原性であり、しばしば下痢などの症状を伴う、腸管感染症の原因になる。 このような例として、下痢原性大腸菌、セキリ菌、食中毒性サルモネラなどが挙げられる。また、サルモネラの一種である、チフス菌は腸管に侵入した後、全身感染を起こす。ただし、腸管細菌化の細菌が関与する疾患は、腸管感染症には限らない。ペスト菌のように、リンパ節や肺に感染するものや、肺炎管菌のように肺に感染する。 もの、セラチア菌のように日より感染の原因になるもの、大腸菌による尿路感染症や貧血症など腸管以外の部位で様々な感染症を起こすものが存在する。腸内細菌化による疾患には、細菌性積痢や腸チフスなど、歴史的に広範囲での流行が頻発したものが含まれており、このため、 新生細菌の中でも比較的よく研究が進んだものにあたる。中でも最も研究が進んでいるのは大腸菌であり、最も初期にゲノムの解読が終了した代表的なモデル生物である。また、大腸菌に作りたいタンパク質を高度する遺伝子を導入して大量に発現させるタンパク質の大量発現系など産業的にも応用が行われている。 ありがとうございます。